天山坂。天山陵への参拝路に一なむ坂。地図天山陵は、沖縄県那覇市首里池畑町に所在する、第一直氏王道、昭和市の寮母跡である。天山お墓、天山用奴隷、または単に、天山とも言われ、第一直氏の歴代の王も葬られたとされる。那覇市の首里池畑町と首里大中町、首里山川町の山頂域にまたがる、丘の南掛にあり、 首里城の北西に位置し、第二直しの領土、玉領とは約500メートル離れている。天山領への3経路にちなんで名付けられた天山坂を下ると、天山氷と呼ばれる、窪地一帯が現れる。氷とは、一箇所に集まるという意味の、しこり掘りを原義とし、地形を表す言葉へと変化したと思われる。天山領は15世紀前半に、 南向きの崖面に造営された掘り込み墓で、東室、中室、西室の3室が存在していたとされる。戦前までは、半洞穴の内部を切り石積みで整い、中央に観音扉が設けられていた。また、西室は、前室と奥室があり、この2室をつなぐアーチ状の石積み縁道があったという。東、女観巡の南東風土器によれば、 丘陵の中原にに3の古墳があり、遺骨はなく運穴を残すのみである。と記されている。1983年の沖縄県教育委員会による調査で残存していた東室の遺構は、東側と南側の石積み、入り口の階段、そして宿話石と東京敷、扉止め、 沿道の一部などであった。屋室入り口は観音開きの石製扉があったと思われる。発掘調査以前、天山寮付近で溝の踏み板として用いられていた戦力岩製の扉が発見され、それは沖縄県立博物館に保管されているが、このことから天山寮に石製の扉が設置していたと考えられる。 後の第二直し初代の王となる、直江王の反乱により、天山領は焼き討ちにあったと伝えられているが、1983年の沖縄県教育庁文化課による発掘調査により、東室内部に焼け石や灰の堆積が確認され、この伝承を裏付ける証拠となった。天山とは、天才山の略称で、第一直しの国将を務めた懐きによって、名付けられたとされる。 イハフユウは、天山領を、天山のヨードレと呼び、また、朝と進むはイハが言うように、浦添ドレや、挿し木ドレと同様に、天山ヨードレと呼称するのが妥当であると述べている。第一直氏が滅亡した後、第二直氏の小聖王の逸夫である、茶ャ王子に歌死され、天山を墓と呼ばれ、その後も、北焼けの墓として使用された。1439年、 ふところきが中国、厚生省の劉古山張天使に当てた書簡には、小波潮の死去と、彼を天聖山に葬ったと伝えていることから、1439年には、すでに天山陵は造営されていたと思われる。南東風土記によれば、天山は、大山の神、すなわち東学組門の別名とある。ここで、東学とは中国語竹の一つで、小波潮の死去の際、 フトコロきは、国土城外に葬って、東学に習い、天才山と命名したとされる。また、朝天使に宛てた書簡にある天聖は、天才の御社ではないかとしている。朝皇帝の完成後、フトコロきは、天山寮の近くに居住し、死後は、天山寮の脇に、彼の墓が作られ、坊主の墓とも言われた。1456年に、 琉球に漂着した朝鮮人二人は、1460年に死去した、昭康久王の葬儀を実際に目撃したと思われ、朝鮮王朝実録に記された彼らの話から、昭康久王は、天山領へ葬られたと考えられる。天山領が、第二直しの直江王による焼き討ちに会う前に、久の王の近親者らは、王たちの遺骨を運び出したとされる。中山予布によれば、 天山漁が消失した後、第二直しの一時的な漁母として使用され、1637年に昭栄王の日が、1663年に昭英王の日が葬られていた。18世紀初期の首里古地図には、墓という文字が記され、門が設置された石垣が見受けられ、墓庭を一生で囲っている。また、1924年に墓、昭波使用を、 と題した伊藤忠太のスケッチは、天山寮の東室を描いたものと思われる。首里古地図に描かれた天山寮は、戦前まで姿を保ち、墓庭は空き地のまま放置されていたが、沖縄戦で破壊された。1983年11月上旬、天山寮のある土地で家屋の建設計画があることが判明し、沖縄県教育委員会により、同月中旬から、 工事予定地の東室において、急遽発掘調査を行った。戦後、天山寮の土地所有者によれば、採石業者はダイナマイトを用いて、天山寮一帯の岩盤を破壊したという。また、1984年1月7日の沖縄県、教育庁による調査で、宅地造成で破壊された天山寮の東室と中室があった場所は、 戦後投棄された空き瓶や空き缶で渦漏れており、天山寮の遺物は一切発見されなかった。このことから天山寮は戦後早期に破壊されたと思われる。1983年に天山寮の保護を要請したが、東室は消滅し、住宅地へと整備された。同年に地主自身が西室近くで発見した小橋の石缶台座が残存している。 第一直しの関係者と文化保護団体らは、再三にわたる要請を行ったが、文化財に指定されることはなく、点算量は、私有地となっている。2016年現在、点算量は一般に公開されていない。ありがとうございます。